はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。村長スタジオ、中の人です。今日もスタジオワンの便利な使い方をお話ししちゃいます。今日は本当に基礎の基礎、一番上の方にあるツールたちの便利な使い方をお話ししたいと思います。ツールって今更そんなのわかってるじゃんっていうような方もたくさんおられると思いますが、案外使えてないものですよ。 だから今日は上にある8プラス1個のツールをお話しします左から選択ツールそして範囲選択ツール分割ツール消しゴムツール鉛筆ツールミュートツールそしてベントツールリッスンツールですプラス1というのはその隣のクエスチョンマークインフォビューっていうやつですね じゃあ、選択ツールの方からお話しします。皆さんが普段よく使っているのは、この選択ツール、分割ツール、消しゴムツール、鉛筆ツール、鉛筆ツールと言ってますが、正確にはペイントツールって言うんですね。これぐらいの4つぐらいが、皆さんよくお使いだと思います。それ以外は、 使ったこともないという方もおられるんではないでしょうか今日はこの8プラス1をしっかり一緒に勉強していきましょう矢印ツールは基本的にはいろんなものを選択するツールですこの矢印ツールを持っているときにも便利なことがあります単に選択だけじゃありませんそのときに自分がこの矢印ツールを どんな他のツールと組み合わせるかということがこの右下の小さな三角のところにありまして私は分割ツールというのと組み合わせることが多いですそれを選んでおくと Windows ではコントロールキー Mac ではオプションキーだと思うんですがそれを押すと代替えツールと切り替わりますこのようにして代替えツールで切っていくことができるんですね このようにうまくこのツールと組み合わせましょうそしてもっと重要なことがあります例えばみなさんは普段どんな風にお使いかわかりませんが私はこのように全体を眺めれるようにしておくと便利な方法があります通常ショートカットキーをスタジオワンの初期設定のまま使っていると ダブルとと、E のキーを押すとこうやって拡大縮小が可能ですこのショートカットも便利なんですけれども今あるカーソルのところを中心に大きくなったり小さくなったりしますもっと拡大縮小で私は便利に使っていますよどんなツールを使っている時にでもシフトと Alt キーを同時に押すとこのように虫眼鏡のツールになりますそして例えば このサビの部分とかをしっかり見たいなと思うときはこのように選択範囲を決めるとその範囲だけが大きくなります例えばこんな感じにもできますそして次に範囲をマウスドラッグしないでそこでワンクリックだけをすると元のように戻っていきますもう一度やりますこの辺を見たいなと思って こうやって、範囲をマウスで選択しますと、そこが大きくなります。そして、今度は、範囲を選択するんじゃなくて、ワンクリックすると、一つ手前に戻るということです。これで、いつも、全体は見ておいて、そして、欲しいところをこのように大きくして、そしてまた、ワンクリックだけすると、全体が見えます。これって案外便利でしょ これは大変重要ですので、シフトとオルト、これをしっかり覚えてくださいね。私は Mac を持っていないので、Mac の人は自分が同じようなキー。多分シフト、オルトは同じと思うんですけれども、置き換えて聞いてくださいね。じゃあ、次のツールに行きます。次のツールは範囲選択ツールです。範囲を このようにマウスで囲むと、その部分が選択されるようになります。例えばオーディオであれば、このように指定すると、この範囲が選択されるようになります。こんな中途半端なところで範囲を設定して、何になるんでしょうかこれはこういうようにしておいて、Shift キーを押しながら P のキーを押すと、このように、 その範囲をループ指定できます。こういう時に便利なように使うのですよ。はい、ここで応用を言いましたが、シフトプラス P のキー、これもしっかり覚えてくださいね。例えば、もう一度矢印ツールに戻して、一つのブロックを選択します。そんな時もシフトプラス P キーを押すと、このようにループ範囲設定できます。私はさらに ストリームデッキという便利な左手デバイスにこれも登録してありますショートカットキーでいちいち押さなくても今画面に表したように選択ループというボタンを押せばこの機能が動くように設定しています範囲選択はこのようにして使ってください次は分割ツールです分割ツールは名前の通り分割です 皆さんもよく使うと思うんですけれども先ほども実演したように任意の場所でこのように切ったりできます切ってしまった時にもう一度結合するのはどうしたらいいんでしょうかこれも応用ですがコントロールキーを押しているとまたすぐに矢印ツールになりますので2つを選択します2つを選択するときは同時にシフトキーを押してやると このように複数選択できます。そこで G のキーを押すと、このように結合ができます。キューベースなんかは、ノリというツールもあったりしますよね。でもスタジオワンには、ノリというツールはないので、G キーの結合を覚えてください。次は消しゴムツールです。消しゴムのツールは、任意のリージョンを消したりできます。このようにですね、 消していくことができます。もし間違ったと思ったときはコントロールプラス Z を押して戻してくださいそして次ですけれども鉛筆ツール正式にはペイントツールと言いますがそれを選択しますこれはどんなときに使うんでしょうかこれは任意のトラックなどでこのように空のリージョンを作ったりするときに使いますオーディオトラックでも同じように からのオーディオリージョンを作ることができます。ただこれだけでしょうか。ペイントツールには、選択ツールと同じように、右下に小さな三角がありまして、そこを押すと、こんなように、ノコギリだとか三角だとか、いろいろ変わったツールが並んでいますよね。これは何に使うんでしょうか。これは、オートメーション。これですね。この時に使います。 オートメーションにサンプルでノコギリのようなマークとかを参考に準備しました。そして、オートメーションもいちいち、ここでボタンを押しに行くんではなくって A のキーを押すと、ショートカットでこのようにオートメーションモードを切り替えれますよ。そして通常これはフリーハンドツールになっていますが、その時はこのようにオートメーションを書いていきます。フリーハンドで書けるわけですね。 そして、直線ツールというのは、このように直線を書くツールです。じゃあ、このノコギリツールとかの使い方を言います。ちょっと、一旦オートメーションをリセットします。リセットするときは矢印ツール。これも、いちいち矢印ツールを、マウス選択ではなくって、数字の1のキーを押して、このように矢印ツールに持ち替えるか、ペイントツールのままでコントロールキーを押すと、 このように矢印ツールになりますので、これで範囲を選択します。すると、このように選択できますので、これでデリートキーを押すと、リセットができます。今、再確認でチョイスします。仮にノコギリツールにします。そうすると、ここでマウスドラッグで、ノコギリが書けます。よく似たツールに制限というのがあります。 これは角が柔らかい。ビブラートのような形にするのに最適なツールです。でも、このビブラートの波やノコギリの波は幅を変えられないのでしょうかいつも同じ大きさだとちょっと不便ですよね。もう一度ノコギリツールに切り替えます。ここでこのように書くと、いつも同じ幅になってしまいますが、この時にマウスドラッグしたまま Alt キーを押します。 そうすると、このように、緩やかに幅が変えれます。そして、今はこのように、グリッド吸着モードになっていますので、これがちゃんと、1小節、もしくはビート単位とか、きっちりしたところで書けるようになります。もう一度やってみます。このように書いて、そして、オルトキーを押します。そしたら、カク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 と、このように動くようになって、 ある一定の法則でこの波を作ることができます。これをスナップを外しておくと任意の幅で書けるようになります。こうやって書いて、そしてオルトキーを押して伸ばすと自由なところに波の大きさを変更することができます。上下に動かすと波の強さを変えることができます。上の方にも波は作れます。このように ペイントツールのサブツールというのは、オートメーションやミディ指定などでいろいろ使えます。放物線なんかも使うときには便利ですね。このようにフェードアウトの角度を変えれます。これも Alt キーを押すと反転させたりできます。とっても便利なペイントツールのサブツールも上手に使ってください。そして次はミュートツールです。 ミュートツールはリージョンごとにこのように音をミュートすることができます。これが便利なのは通常いらないと思ったらどうしてもこのように選択しておいて削除してしまう人が初心者さんは多いです。いらないと思って消すとまた欲しくなる時があります。そういう時は削除してしまうんではなくってこのミュートツール数字で言えば 6のショートカットでこのように今いらないところをミュートにしておくと後から戻すときに便利ですよ次のツールはショートカット7でこのようにベントツールを使えますベントツールというのはオーディオトラックのときに意味がありますそれはこの上のオーディオベントというツールと一緒に使うことになりますオーディオを選択しておきます もちろん全体を選択するのも OK です。このようにして、上の分析っていうのを実行すると、このように、オーディオアタックで、スライス線を入れてくれます。ベントという言い方は、スタジオワン特有かもわかりませんが、トランジェントとも言います。いわゆるオーディオのアタックを自動分析して、このようにスライスしてくれるわけです。ここに、スレッショルドというのがあります。今は、 80という値になっていますが、これを変更することによって、認識する精度が変わります。ここをうまく調整して、ちょうど、頃合いのいいところで、オーディオベントを設定してください。その時にベントツールにしておくと、このようにベントを操作できます。もちろん、これも、スナップが効いてると、ビート単位で、このように変更できますので、 MIDI でいうクオンタイズのようなことができるということになります。このオーディオベントのもっと細かいモードであったりとか、その他の使い方はまた次の機会にクオンタイズと一緒にお話をしたいと思います。次は最後の8番目のツールです。これも案外使ってるようで使ってない方も多いです。これはとっても便利です。例えば、 普通皆みなさんはこのトラックをちょっと聞いてみたいなと思ったときはトラックをソロにして再生をすると思いますでもいちいちソロに切り替えたりするのは手間ですよねショートカットの8を押せばすぐにソロで聴けるようになります 押している間はずっと鳴っています。話すと止まります。オーディオトラックの場合でも同じです。このようにできますが、もっと便利なことがあります。例えばこのフレーズだけを聞きたいとかいうようなことがあれば、Shift キーを押しながら聞くとそのリージョンがループ再生してくれます。 ループマークが付きました。もしくは、オーディオの場合も、このようにリージョン単位にループが設定されます。このようにできるわけです。とっても便利でしょう。いちいちソロにする必要がありません。そして、今日最後のお話は、このインフォビューというツールです。インフォビューは、ヘルプにも似ていますが、 このように上の方に一段レーンができます。そしてアレンジビューのところにマウスを移動すればこのようにいろんなツールの説明が出ます。そして例えば今話ししたようなループの再生とかこういうことも出てますし先ほど説明したズームインのこともシフトプラスオルトでズームインできるんだよということがこのように書かれてまして やり方を知ることができますいわゆるヒントを教えてくれるっていうのですね。初心者の方はこれをいつも出しておくのもいいでしょう。もちろんツールを変えると出てくる内容が変わります。ですから良いヒントになりますので皆さんもこれを有効活用してください。このように8プラス1という単純ないつも使うツールですが。 案外使ってないツールもあったのではないでしょうかこれからも私と一緒に勉強していきましょう今日はありがとうございました尊重スタジオ中の人でした